皆さんこんにちは、ケンです、今回はバイタスっていうゲームをやっていきたいと思います。で、左の上ですね、私の名前と写真が入ってるんですが、ケンチェンと申しまして、台湾出身です、と言いながら日本語でゲームの実況をしています。今回ですね、バイタスという戦略シミュレーションゲームですけれども、すで、に基本のルール、種族、ヒーローの能力に関してプレイヤーさんたちはご存知の上でこの実況をやっていきたいと思います。なのでですね、一番面白いところ、アリーナ、オンライン同時対戦のゲームをやりたいと思います。アリーナ準備中でちょっと時間がかかるんですが、全部ですね、習得が6つありまして、使うのが5つですね。6つ目は準備中ということで、5つの中で一番強いのが私の考えでは、ヴァンパイアと狼ですね。狼のこと男が一番強いです。その次が美女で、その次がゾンビで、一番弱いのは人間ですね。なぜと言いますと、ヴァンパイアはヒーローになりますと、どこにも飛べるんですよ。非常に攻撃性が強いです。しかもですね、特殊能力が、非常に多くのヴァンパイアを作り出すことができますので、強いですね。今回は狼ですね。ちょっとラッキーです。狼も非常に強い種族で、使いやすいやつですね。まず相手にアプローチ、攻めていきます。そして相手のマウスが日光に当たったところで、相手の攻撃を待ちます。お、来たね、噛んできたね、よし。お、これまた噛んできたね、よし。こういう風に着々と進めていきます。いうところで、これの攻め方はどうしようかな、ここかな。そして相手はどう来るかですね。相手はおう、こう来たか。じゃあ3枚を噛んでいきます。3枚を噛んでいきます。おう来たか。これちょっとやばいかもしれないですね。じゃあ私も、よし、ヒーロー誕生。人間のヒーロー一番怖いのが、隣の人を全部自分の種族にしますので、ヒーローでさえ変えられるんですよ。なのでそこは非常に要注意です。特に相手が今能力のもう満タンになってますので、隣に行きますと自分のヒーローが死んでしまう可能性があります。そういう時は要注意ですね。ちょっと狼の能力また、2つの変更が必要ですので、2つを。お、3枚来た。狼の力を発揮できる3枚が来たぞ。こういうふうに3枚を同時に変化させてしまうと、追加のターンが得られます。追加のターンは得たんですが、次はどこに行くのかな、ここかな。おっと、まあ大丈夫か。で、ここで私の、狼の能力は、満タンになりますので、狼の力を使います。よし、一気に増えましたよ。一気に増えたぞ。それが狼の強さですね。なかなか強いですよ、これは。とりあえずここ穴を埋めておきます。おお、飛んだか、飛んだか。じゃあここもお、ここ3枚いけますね。ヒーローをここ3枚入れますと、また追加のターンが得られます。追加のターンの得た上でここ飛ばせます。これ結構優位性ありましたね。35対12枚リードしてます。そして、北の方を閉じ込めばもう勝算が結構握れます。下の3分の1は輸出しても問題はないですね。実はとりあえず上半分を固めますという戦略でいきたいと思います。今回は
これでもうちょっと下発展できますね。ちょっとだけこんな感じでちょっとだけ取っとけます。OK、 もう勝ちだな、もう勝ちだな。よし、飛んできたが、ここまず穴を埋める。穴を埋めないとですね、また取られると、ヒーローがそのもうすぐそれで誕生してしまいますんで。よし、閉じる。お、また力獲得したぞ。よし、力、うい。大量誕生。おーっと、攻められたな。大丈夫、もう勝つんだ、もう勝ちでしょ。お、3枚来たぞ。よーし、1回目でもう1回。よーし、で右上も閉じた。はい、終了だな。こういう感じですね。狼は非常に使いやすくて、相手の3枚を同時に変化させられますと、追加のターンが得られて、一気にですね、5枚、6枚、7枚、変化させることができます。非常に攻撃力高いです。さらに、狼の特殊能力として、狼の周りの空いてるマスに全部狼で埋めることができますので、一気にですね、10体、20体の狼を増やすことが可能ですね。非常に強力です。まず1回の試合目は、試合はこれで終わらせたいと思います。また次、地下を種族で戦ってみたいと思います。よろしくお願いします。